YouTube をご視聴の皆さん、こんにちは。本日はですね、ロジカルレザークラフト for beginners と題しまして、レザークラフト、を趣味でやっておられる方、あるいはこれからやりたいなと考えておられる方にですね、ちょっとヒントになるようなですね、小さなレッスンをちょっとしていきたいなと思っておりますので、そういったものに興味ある方はですね、ぜひちょっとご覧いただければなと思います。それでですね、今日はですね、コバ磨きという、この縫った後のですね、この革の切断面を、磨いていく工程について、ちょっとレッスンをしたいと思います。で、これについてはですね、私普段プロで、仕事をしているんですが、そのやり方ですとちょっと企業秘密になる部分がありますので、ちょっとどうしようかなと考えまして、初心者用に、もっと別の方法でもちゃんと仕上がりますよということをですね、理屈でそのロジカルにですね説明していきたいと思って、その方法を今日説明したいと思います。で、これぶっつけ本番で撮影してますので、途中でまたとかあーとか言っちゃうかもしれないんですけれども、どうかそこちょっと耐えていただいて最後までご覧いただければありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。で、それでですね、まずここにもうすでにちょっとピース用意してます。で、こっちの方はですね、縫い線を引いて、ルレットで穴を開けるポイントをつけた部分で、こっちはですね、ひしめ打ちで穴を開けて、それで最初と最後はちょっとこれ丸切りを使ってるんですけどね、こうやって穴を開けた状態で、こちらはそれを元にすでに縫い上げた状態という形で置いてます。ちょっとこれ参考に見ておいていただければなと思うんですけども、ですね、ちょっとここで説明しておきたいことがありまして、よくコバをきれいに仕上げるとか、ツヤツヤに磨き上げるということを目標にされている方が多いと思うんですけど、ロジックとしてはですね、コバを美しく仕上げるというよりもですね、コバをいかに硬く強く密度が高く、繊維質のですね、この革の繊維層の密度が高く硬く仕上がるかということを主眼に置いた仕事をしていくと。で、その結果としてツヤのある硬い綺麗なコバが出来上がるというふうに考えていただければいいんじゃないかなと思います。でですね、最初に、ここはですね、荒研磨きれいにかけておいてください。面がきちっと揃ってないと、まずそこがダメなので、例えばこういったものでもいいですね。こうやってきちっと、面を揃えていくと、こういうの大工用品店とかにも売ってます。そんなに高くないと思うので、こういうの使っていただいたり、あとはレザークラフト材料のお店とか行くと、こういったちょっとスティック型のですね、こういったちょっと使い捨てっぽいんですけど、こういったヤスリもありますので、例えばそういったのでですね、こう面をきれいにね、平らに揃えていくと、みたいな形でこういったものでもいいと思います。こういったのはですね、最近はネットでレザークラフト用品を扱うショップとかもありますので、そういったところですぐに手に入ると思いますから、そんなに入手困難なものではないので、探してみていただければいいんじゃないかなと思います。それでですね、荒研磨して面を揃えましたと、いった状態で、ちょっとここでですね、ちょっと理屈を一つちょっと紹介して話したいんですけど、ちょっとこのボードを見ていただくとですね、こっちとこっちあるんですけど、これはですね、穴を開けただけの状態のところですね、切断面をこうちょっと図にして、ちょっと簡単にですけど書いたものなんですけど、こういう状態なんですね。で、この手縫いで、今回これ死縫糸っていうですね、こういった糸を使ってるんですけども、これで手縫いしました。別に糸は浅い糸でもナイロンボンド糸でも別に何でも構わないと思います。お好きな糸を使っていただいて縫っていただいていいと思うんですけども、手縫いっていうのは基本的にすごく糸のテンションかかりますよね。ギュッと引き込むわけですね。で、そうするとですね、革の表面にどういう状態になるかっていうのがこちらの方の図なんですね。これは結局ですね、ここ縫い線なんですけど、これ縫いでテンションかかってるとですね、革がですね、この両サイドの革がギュッと引き込まれるんですね。ギュッと引き込まれるわけです。で、ちょっと浮くわけですね。で、これコバ面も同じようにですね、こう反り返ってしまうわけですね。で、ここの面がですね、縫うとですね、ちょっと反り返ってしまうということなので、まず最初ここの問題を解決しなくちゃいけないですね。なぜかというとですね、ここが広がっているということはですね、簡単に言うとここの繊維質がですね、パッと広がっちゃってるわけなので、スポンジみたいになってると思っていただければいいですね。こんな状態だと。だ、これをきちっと潰して密度を高く
していくと、まあそういった作業をまず事前にしておくってことが大事なので、ちょっとここをまずやっていきたいと思います。それでですね、何を使って、潰していくかといったところでですね、まあおすすめしたいのがこのガラス板ですね。これもあのレザークラフト材料店で手に入るものですね。これは、日本製のものですけど、で私はまあちょっと仕事で普段使っているのはこれあのバリーキングというアメリカの、会社のものなんですけども、まあ木のグリップがついててちょっと使いやすいんですけど、ちょっとこれはあのお値段がちょっと高くて、あとまた日本国内だとちょっと手に入りにくい部分があるので、まあ、あの初級者の方はこちらで十分じゃないかと思います。でちょっと早速じゃあその潰しの方をやっていきたいと思います。ちょっと私あの自分の使い慣れてる道具を使ってちょっとやりたいと思いますので、ちょっとあの簡単にあのやるので見ていてください。この端の部分を使ってですね、しっかりこの縫い線から小刃にかけてをですね、ギュッとしっかり上からプレスするようにですね、こう潰し込んでいくんですね。こういう形で、それで裏面も同様にこういうふうにですね、しっかりと潰していきます。はい、潰しました。でそうするとここの部分がですね、ちょっと、こっちと比較してみて若干わかりますかね、少しですねこう詰まったんですよね、細くなりましたよね。これでしっかりまあ潰しができた状態になります。でこっからですね、エッチャーヘリ落としをかけていきます。でヘリ落としについてなんですけれども、まあ多分これちょっとだいぶ古いものになるんですけども、まあ、クラフト材料店とかで、日本のクラフト材料店とかで手に入るエッチャーですね。まあ、エッチャーもいろんな種類がありまして、海外製の工具とかも意外に優れたものが多いですね。まあ、いろんな種類のものがこうやって出てきますけども、まあ、それぞれ、カットできる幅とか、形とかが違うので、それはですね、お好みで、選んでいただければいいと思います。全然日本のこういった、クラフト材料店で扱っているものでも構いません。それで、縁から何ミリ落とせますというふうに型の図書いてありますので、自分の場合は、角から何ミリ落としたいなっていうのをちょっと考えてですね、選んでいただければなと思います。で私はちょっとここでもちょっと自分の使い慣れてる道具をですねちょっと使いたいと思います。ちなみに参考までに紹介しておきますと、これビゾネットエッチャーと言いましてですね、ここに丸くちょっと穴が開いてるの分かりますかね。ここが刃なんですね。これでこういった形状になってまして、これは押しても引いてもエッジが落とせますよという工具です。これもバリーキング社のものになりますね。まあ、ちょっとなかなか手に入りにくくて、ちょっとお値段も高いんですけども、一応ちょっとご紹介だけしてみます。で、ちょっとこれでエッジを今から落としていきますね。じゃあちょっと見ててください。こういった形ですね。パッと落として。で、裏の方もですね、しっかりとこう落としていくと。で結構エッジの幅取れましたよね。でただ注意してもらいたいのはですね、これで一回やりましたと、でやった、あこれでもう終わりだって思わないようにしてもらいたいんですね。ちゃんとここの面を見ながらですね、この角度を変えながらエッジの落とし残しがないかということをきちんと確認しながら、一つ一つ仕事を確実に進めていってほしいと。だから自分の目できちっと確認しながら、あよしこれでいいなというところの段階まで持ってってください。でそれでですね、この段階まで来たらですね、今度はペーパーヤスリですね、紙ヤスリを使って、研磨をしていきます。でですね、主に、私が使っているのを紹介しますと、まあこういうのを大工用品店とかホームセンターなんかでも見たことあると思うんですけど、耐水ペーパーですね、ここ水研ぎ空研ぎ板のタイプという耐水ペーパーで、で私は320、400、600、800というこの段階で使っていっています。まあこれはいろんな番手があるので、それはちょっと触ってみて自分にふさわしいのを選んでいただければいいなと思います。ただ今日はちょっと私の使っているこの番号で、ちょっとやっていきますので、それを参考にご覧ください。それでですね、このヤスリなんですけど、これハサミで切ったりすると刃がボロボロになる場合があるので、ちょっと簡単にですね、ペーパーを破るというかカットする方法をちょっとここで披露したいと思うんですけど、これですね必要な、まあ、ピース、まあ、ちょっとまあ今回はちょっと2センチ幅ぐらいでいいかなと思うので、そこをですねこうきっちりとこう折り込んでもらうとですね、こう簡単に取れます。これなので、こういうことで、簡単にちぎることができますので、ちょっとこれ参考に覚えていただければなと思います。でちょっとここ研磨していきますね。で
ここでのポイントなんですけれども、ちゃんとあのこのペーパーがですね、すべての部分に、当たるように、やってください。ここでですね、研磨残しがあると、それが最後の最後まで、残ってしまいますから、そうすると結局その部分だけくぼんだりしてですね、あまり綺麗な仕上がりにならない、ちゃんと磨いたことにならないということになりますので、まあ、ゆっくりでいいので、焦らずに、細かく細かく研磨していく、すべての面に、研磨剤を当てていくんだという気持ちで、こうやっていただいて、くれればいいかなと思います。こんな感じですかね。ですね。で、まずこの状態、これ320番で、研磨しました。この状態ですね。でですね、こっからですね、ちょっと一回、糊を入れていきたいと思います。で、多分一番メジャーな小刃仕上げ剤、床小刃仕上げ剤なんですけど、このトコノール、じゃじゃーん、トコノールですね、出てきました。これはですね、どこだ、セイワーレーザークラフトさんが出されてるもので、これが多分一番流通してるもんだと思うんですね。で、あとあの CMC とか、あとは、トコフィニッシュ、これクラフト社さんだと思いますけど、そういったものもありますね。まあ、これはお好みでどれでも選んでいただいて、またこれも構わないですけども、今回は多分一番これもやっぱり手に入りやすいものだと思うので、このトコノールを使ってでちょっとやっていきたいと思います。でですね、まあ小場面にこのトコノール塗っていくんですね。で、その時に何使うかっていうとですね、まあいろいろあの綿棒を使ったりとかいう人もいますし、布を使う人もいると思うんですけど、私の方ではですね、このスポンジ、ちょっとこれをおすすめしたいと思います。これあのキッチンスポンジ売ってますよね。まあ100円均一とかでも売ってるもんですけども、これをあの小さなこのぐらいのちょっとスティック状にですね、カットしたもの、これ使うと非常に塗りやすいのでですね、ちょっとこれでやってみたいと思います。じゃあちょっとパカッと、よいしょ、開けてみますね。で、こんな状態ですね。こうやってちょっと白い、まあ液体というかドロッとしたものなんですけど、これをですね、軽くでいいんですよ。ちょっとつけるぐらいでしていただいて、まあ薄く、まあ蓋裏とか使ってもいいです。これちょっと伸ばしてなじませるようにしていただいてですね、これを、ここの小刃のところにですね、あのムラなくまず塗っていきますね。こういった感じです。あのなるべくあの小刃からはみ出さないようにあのこうやっていってもらいたいんですけども、こういった感じでまんべんなく塗っていきますと。それでですね、まあこれあの説明書にこれ見たら書いてあるんですけど、あの半乾きになった状態でですね、磨き始めます。ここにですね、これこう見えるかな、半乾きになりましたらというふうに書いてあります。なのであの説明書通りに従ってやってください。あの中にあの説明書をこうやってちゃんと書いてあるんですけど、それを読まないでいきなりこう磨き始めちゃったりする人いるんですけど、あまりあの濡れた状態でこうガーッと摩擦とかかけるとですね、あの皮が焼けちゃってですね、色が変わってしまったりしますので、ちょっとそれはあんまりよろしくないかなと思うので、ちょっと待って見ていただいて、で磨きをやりたいと思います。それでですね、磨きの道具なんですけども、多分一番メジャーなのこのスリッカーって言われるこの道具だと思うんですね。まあいろいろ丸いやつとかなんかありますけど、で正直言いますと私これ使いません。これ昔あの私も初級者の時あったんで、その時に手に入れたやつなんですけど、そんなになんか安くなかったんですけど、これ実はあまりちょっと役に立たないんですね。というのはこの溝いろいろ大きさあるんですけど、結局自分がどの皮の厚みをチョイスするかによってですね、全然その合わない時があるんですね。そうするとですね、一箇所しかこうプレスしてって磨くことができないので、あまり意味がないんですね。で、初めにお話したように、硬く繊維質がこう密になった、密度の高い小刃を使っていきたいということなので、できれば全ての方向からきちっと押さえていけるように、したいというところがもう主目的なので、ちょっと私は別のものを使ってます。で、何かというとですね、じゃじゃーん、これ分かりますかね、見ていただいて、これあのヘチマですね。あのよくあのスーパーとかの入浴用品、バス用品のとことかで売ってるやつですけども、これ使います。これをですね、小さくこうピースにカットしたもの、これ使うんですね。でですね、これ意外に便利です。これなぜかというとですね、こうやってこうちょっと癖つけていただいてですね、
こうやって当てるとですね、全方向こう包み込むようにですね、つまむことができるんですね。なので、全方向からこのプレスする圧力を加えることができるので、これを私は使ってます。で、実際にちょっとこれ使って磨いていきましょう。これちゃんと全体をですね、つまむようにこれを意識しながら、やってください。こんな感じですね。ちゃんと潰していくんだよというところはですね、確認しながらですね、こうやっていってもらいたいなと思います。まあ、このぐらいでいいかなと思います。で、これ最初の段階が終わりましたと。で、次にですね、また研磨やります。で、最初320番使いました。次、この400番私これ使って研磨しますね。ちょっとここも見ていただいて、これも最初と同じです。研磨ムラ起こさないようにですね、全てに綺麗にこうペーパー当たっていくようにですね、丁寧に丁寧にやりましょう。ここも根気よくちゃんと面を見ながらですね、研磨の残しがないようにないように注意しながら、こういった形でですね、ヤスリがけをしていくという形ですね。どうでしょうね、だいたいいい感じですかね。まあこんな感じですかね。で、またトコノールの登場ということになります。これもさっきと同じようにですね、ちょろっとつけていただいて、まあこう軽く伸ばしていただいて、でこれをまたですね、ここにこう塗っていくという形ですね。まあ塗りすぎてる場合はこうやって拭い取ってもらえたらいいと思います。それでまたこれが半乾きになるまでちょっと軽くこう待っていただいてですね、まあ意外にその時の気温とか、まあ天候とか影響もあると思うんですけども、まあ比較的早く半乾きになります。なので、まあ、半乾きになったところでさっきと同じようにまたこのピース出てきましたけど、これでちょっと磨いていきたいかなと思います。まあ、こっちでいいか。こんな感じですね。これでこの時にポイントはプレスしていくことを目的にしてください。潰していくんだという意識でしっかりつまんで、磨いていくと。よくやたらめったら摩擦でこうやってる方いらっしゃるんですけど、摩擦はあまり意味ないです。きちんとここに力が加わらないとですね、潰れていきませんから、そんなに慌てなくて急がなくていいので、ただただひたすらしっかりと潰していくんだという意識でですね、こう皮の面を見ながら、こうやってってください。で、まあこんな感じですね。これは2度目です。400番使いました。で、次ですね、次は600番、これ600番ですね。これ使ってまた研磨をしていきます。これもまた最初に立ち返りますけど、研磨残しのないようにですね、綺麗に綺麗に丁寧に焦らず研磨をかけていってください。これ段階踏んでいくと分かるんですけどね、だん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 ですね、きめ細かく滑らかになっていくのを、実感できると思います。で、そのことを感じ取りながら、研磨をこうやって丁寧にですね、続けていってください。で、まあ研磨ムラなく仕上がったなと思ったら、また、トコノールを塗って磨きます。はい、じゃあトコノールですね。あとこれもこうやって薄く伸ばしてもらって、で、まあ、軽くさーっとですね、さーっとさーっと塗ってってもらって、で余分なこう拭い取ってもらってですね、こういった状態で、でまた、半乾きになるのを待ちます。だんだんとですね、ちょっと表情が変わってきたの、ここ分かりますかね。少しずつなんですけどですね、このサラサラとした感じにな、質感が変わってきてます。これまあやる前の状態とこの状態でもうだいぶ変わってきてることはもうすでに見えるかなと思うんですけど、でまたここでですね、この、ヘチマを使ってですね、また磨いていきます。最初から、申し上げている通り、きちっとプレスしていくんだという意識でやってください。決して早く動かしたりとか摩擦でガーッとやるようなことを意識しなくていいです。時間がかかっても構わないので、ここはきちっと丁寧にやっていきましょう。
でやっていくとですね、だんだんとツヤが出ていくのをこう見ててわかると思います。こんな感じですね。なんかちょっとツヤが出てきましたかね。こんな感じですね。で、最後ですね、今度は、これ、800番ですね。これでまず、またこれ最後の研磨になりますけど、かけていきます。もうこの段階になるとですね、ほとんどあの削り粉というか、パラパラ出てこなくてですね、かなりあのサラサラした感じの状態になっています。でこれも、やっぱり、最後だからといって気温の数ですね、きちっと研磨残しのないようにきれいにこの面を確認しながら研磨をしていくと、これを忘れないようにしてください。こんな感じですかね。はい、だいぶいい感じになってきました。でですね、またこれで、これ最後になりますかね。最後のトコノールの入れになりますね。これまた、薄く伸ばしてもらって、さっとなってもらって。で、また余分な部分をこうやって拭い取ってあげてください。で、またちょっと半乾きになるのをちょっと待つといった感じですね。うん、もうこの段階になるとかなり乾いてくるのも早いかなと思うんですけど、もうだいぶあのサラサラとした感じになってます。でヘチマの登場ですね。でまたここをこうやって磨いていきますね。この時もきちっとですね、プレスして、押さえつけていくんだということを忘れないように、これ何度もくどいですけど、これをですね忘れてしまうとあのやってる意味が全くなくなってしまうので、ここは注意してですね、こうしっかりと磨いていってもらいたいなと思います。しっかりと潰していくと。でそんなに摩擦でこうガーッとかける必要は一切ないということですね。ここをちょっと肝に、ちょっと置いておいてください。こんな感じですね。磨いてどうですかね。だいぶこの伝わりますかね。結構光沢出てますよね。もうこの状態で、もうほぼトコノールドの磨きはもう仕上がってますね。はい、こんな感じです。かなりツルツルになってるのが分かると思うんですね。で結局あの初めにきちっとコバ潰してるので硬いんですね。こういった感じでしっかりとなります。できちっとあのつまんだ分ですね、こうエッジからこうストーンと落ちるような感じで綺麗な滑らかなラインで押さえることもできますので、これはすごくいいんじゃないかなと思います。トコノール使った磨きはここまでですね。それでですね、最後の仕上げなんですけれど、私はワックスを入れてるんですね。まあこれもクラフト用品店で手に入ります。コロンバスって書いてありますけど、あの仕上げ用ワックスですね。靴職人の方とかですとね、あの目つぶし用のワックスってあるんですけど、まあレザークラフト、このあのこういった小物を作る場合は最後の仕上げとして、まあこの仕上げ用のワックスですね、使ってワックスというかローですね、使っていただいて、やっていただければいいかなと思います。でまあちょっとここ溝がついてるのは私がこれ使ってる途中のものなのでこうなってるんですけど、どんどんすり減ってってるんですけどね。でこれをですね、このコバ面にまんべんなくこうすり込んでいきます。こうしっかりとですね、あのこすりつけるような感じで、これ固形ですんでね、ここはあの全然あのガーッと摩擦加えるような感じで逆にやってもらってもいいと思いますね。でしっかりですね、このコバ面にワックスがきちっと、乗ってくるような感じ。これ乗ってくるとですね、あの逆にあのツヤがなくなってきますので、あ、これツヤがなくなってとか、これワックスが、乗ってるんだなということが逆にあの分かると思いますので、しっかりと丁寧にですね、やっていただきたいかなと思います。こんな感じですね。はい、でそしたらですね、今度これをですね溶かさないといけないんですね。ワックス、ワックスはあの熱で当然あの溶けていきますので、ワックスの熱で溶かして、皮に浸透させることによってさらにコバの強度が高まり、かつツヤも出るということなんですね。大体であればですね、電気ゴテ
とかで、使ってやるんですけれども、いきなりそういうものをちょっと入門者の人に、揃えてくださいというのは非常にちょっと申し上げにくいので、どうしようかなといろいろちょっと方法をですね頭の中で考えたんですけど、まあ例えばですね、このライターなんかも使える、まあ使いようによっては使えるかなというところありますね。まあ、結局溶かせばいいので、これ直接当てちゃうと焦げます、皮が焦げますから、燃えちゃったりするんで、それはやめてほしいんですけど、まあちょっと距離を置いてですね、こう軽く熱するような感じでさっとですねかけていく、まあそういった方法もありますよね。あとはですね、ちょっとこれは、荒技になるんですけれども、コテをイメージしてですね、他に替えになるものがないかなと思いまして、ちょっと考えたところはですね、ご家庭に多分あると思うんですけど、アイロンですね。洋服を洋服にアイロンかける、アイロンなんですけれども、ちょっとそれをですね、まあ、これいきなりぶつけ本番なんですけど、ちょっとやってみたいなと思います。アイロン出てきました。東芝ですけど、あんまりこれは見ないで結構です。はい、それでですね、これ低温でちょっと温めておきました。それでその途中で切って、もう余熱状態にしてあります。あんまり熱いとですね、この皮が焦げる恐れがあるので、ちょっと今私もかける前ちょっと心配なんですけども、ちょっと、時間を置いた状態でこれ余熱の状態になってますので、その状態で多分十分溶けると思うので、ちょっとこれでかけてみたいと思いますね。でこれもあんまり多分、時間をかけずにさーっとやった方がいいと思うんですね。こうですね、さーさーさーと、どうでしょう、どうでしょうね。お、結構いいですね。キランとしてますね。なりましたね。これアイロン使えますね。はい。くれぐれもアイロンとかこういった、ライターの火使うときに、燃やさないように、火事にならないように十分注意して、仕事していただければ、作業していただければなと思います。でですね、ここまで来たらですね、あとはもう布で、しっかりと、あと磨きをかけていってくれれば、きれいに仕上がります。まあ、こういった、なんて言うんですか、ご家庭にある使い古しのタオルとかで結構なので、これでこう包み込んでですね、もうひたすらしっかりここはもう磨くと、まあ、靴磨きしてる時にこういう感じに磨いていきますね。まあ、そのイメージでこうやっていっていただければ、十分かと思います。でしっかりしっかりと、磨きをかけていきます。こんな感じですね。さあどうでしょう。はい、じゃあちょっと見てみましょうか。どうでしょうね。こんな感じです。はい、綺麗に仕上がりましたね。ツルツルですね。でしかもきっちり固く仕上がってます。はい、これでコバ磨きの完成です。まあ縫いの穴開けて縫ってテンションかかるので、コバ潰して綺麗に研磨をかけて、トコノールないしは CMC トコフィニッシュなどを使って磨き、で最後にワックスを入れて熱で溶かして、でまあ布で磨き上げるという、この工程でここまでこうやって仕上がりましたので、上々じゃないかなと思います。さあどうでしたでしょうか。レーザークラフトをやっている方、にまあ、趣味でやっている方ですね、あるいはこれから始めようかなと思っている方、またあるいはですね、自分でこういった例えばサドルレザーとか、まあ、ヌメ革系の財布とか使ってるんだけど、自分でコバメンテナンスしてみたいなと思う人が、ひょっとしたらこれやってみても面白いんじゃないかなと思います。ここに挙げたトコノールとかですね、コバワックスとか、こういったものは普通に、今ネットでもレザークラフトで検索するとそういったお店出てきますので、手に入りますから、もし興味ある方いたら、やってみていただければなと思います。はい、以上です。レザークラフト愛好家の皆さんの参考になれば幸いです。最後までちょっと長い時間、30分くらいですけども、ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまた何か、小さなこうミニ講座できるようであればやりたいと思います。じゃあこれで今回の、ロジカルレザークラフト、フォービギナーズ、終了となります。ありがとうございます。